こっちの方に銅像が建ってたんで、その銅像を 見て帰りましょう。一回行きます。これ船も乗れるみたいですね。船があそこで乗れるのか、レンタルボートですかね。ちょっと乗ってみましょうか。一回何円か分かんないけど、ああ、高宮常太郎沖縄の像、正6位君五島、何した人ですかね。この辺を開発、あ、この湖を開発した人ですかね。多分そうだな。ここ書いてある。明治19年にここで生まれて、ああやっぱりこの湖作った人ですね。農業用のやつ。タバコ持ってこればよかったな。灰皿あったのかな。よいしょ。船も浮かんでます。これ。切ります。これか、マップ。キャンプ場みたいな。佐々木ジャパン、知らねえ。カフェみたいですね。この道いいっすね。確かね、銀山があるんですよ。銀山の温泉があって、ちょっと温泉目的で来たんですけど、じゃああそこ、あそこ温泉じゃないですか。あの煙、ここね、煙がムクムク出てるから、あの辺が温泉なのかなと。こっちの方にも煙が出てるんで、
稲刈り終わってますね。ちょっとじゃあ、あの煙を目指して行ってみましょうか。こうだな。あ、煙はあれですね、あの稲刈りの後のもみ殻みたいな、もみ殻だからそれの煙でした。はい、新鶴子ダム、ダムの水流し、川の水が増えることありますから気をつけてください。危ない、危ない。この川の上流に新鶴子ダムがあります。ダムから流した水でつら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 、その時危険ですから河原に入らないでください。サイレンの鳴らし方は次の通りです。あ、50秒、結構すごいですね、このダム。ちょっと上の方も行けるみたいなんですけど、ちょっとしんどいんで、ここでここから見て終わりたいです。ちょっと言い忘れましたけど、な、紅葉がすげえ綺麗なんですね。ちょっとこのカメラだと分かんないかもしれないけど、じゃあ帰ります。なんかここに大正ロマン館だかなんだかってあるんですけど、明日オープンみたいで、その隣になんか祠っていうか洞窟、何なんですかねこれ。で、入り方が分かんないんですよ。洞窟っていうか祠みたいなのがあって、道がないんで、スリッパ、うわ、何すかね。どうやって行くんだろう、あれ。サウナ
応おさい銭行ってきますか。サウナですかね。人んちの土地かもしれない。すいません。ちょっと。山神社、金沢の神社。マークがキリシタンっぽいですね。柏門だし銀山だっていうんで、やっぱりねそういう雰囲気があるっていうか、共通点はたくさんありますよね。
足湯っすね。足湯。